この動画では画像診断に必要な膵臓の知識についてお話ししていきます。まず目標についてですけれども、膵臓の解剖整理の知識を整理すること、画像診断との関連について知ること、膵臓の殺傷法について知ることを目標にお話ししていきます。膵臓については様々な疾患がありますが、疾患について勉強する前に、まず正常な膵臓の解剖整理について勉強することは非常に重要です。特にこの動画は放射線画像系のチャンネルとなっていますので、 CT や MRI などの画像診断でどのように見えるのかについて特に強調してお話ししていきたいと思います。また造影 CT や MRI など膵臓の殺傷法について知るということもお話ししていきたいと思います。キーワードについてはこれらのキーワードについてお話ししていきますので、これらのキーワードについて押さえたい方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それでは膵臓について見ていきたいと思います。膵臓は英語でパンクレアスですけれども、解剖から見ていくと、膵臓はあたかも十二指腸を枕のように、脾臓を湯たんぽのようにして寝そべった形で存在しています。解剖的には膵頭部、膵体部、膵尾部に分かれ、画像診断ではその境目が非常に重要となります。定義としては、この部分に門脈から上腸間膜静脈がありますけれども、その患者さんから見て左側の部分、こちらの左側の部分を境目に膵頭部と膵体部が分かれます。また、こちらに大動脈がありますが、大動脈のまた患者さんから見て左側、こちらの部分に線を引き、そちらを境界線として膵体部と膵尾部が分かれます。また、膵頭部に関しては膵頸部と膵後部が含まれ、この門脈、上腸間膜静脈の前側に位置する部分を膵頸部と言います。また、膵切根というこのようなくびれがあり、そこから後ろに回る部分があるんですけれども、膵頭部の中で上腸間膜静脈の背中側に位置する部分を膵後部と言います。また、こちらの図で膵頭部、十二指腸の下行脚および膵内胆管に囲まれた部分のことをパンクリアティックグルーブと言います。こちらはグルーブ膵炎やグルーブ膵がんを理解するのに必要な解剖です。続いて膵臓の生理学について見ていくと、膵臓は食べ物を消化する膵液を出す外分泌機能と、血糖値を調節するホルモンを出す内分泌機能に分かれます。外分泌機能に関しては消化に関わる膵液を分泌しますが、そもそも消化とは食べ物を細かくして小腸で吸収できるようにすることを言います。小腸はイメージするならば洗濯ネットのようなイメージで、非常に細かい穴でできていますけれども、大きな構造物は通ることができません。よって消化液で食べ物を消化することによって非常に細かくし、洗濯ネットのような小腸で吸収できるようにする過程のことを消化と言います。また、膵臓はミクロの視点で見ると繊維細胞と導管細胞からなっており、これらの細胞によって外分泌機能が成り立っています。また、膵液にはトリプシン、アミラーゼ、リパーゼなどの酵素を含みます。内分泌機能に関しては、血糖値を調節するホルモンを産生し、そもそもホルモンとは血流に乗って標的器官に運ばれる情報伝達物質のことを言います。血流に乗って標的器官に達すると命令が発せられるようなイメージです。アルファ細胞はグルカゴンを分泌、ベータ細胞はインスリンを分泌、デルタ細胞はソマトスタチンを分泌します。門脈、上腸間膜静脈について簡単に説明しておきます。門脈は腸、胃、脾臓、膵臓、胆のうなどからの血液を集める管となっています。説明した通り、栄養分は主に小腸から吸収されますので、消化管からの栄養豊富な血液を運んで肝臓に貯蔵する役割を果たしている管となっています。腸からの栄養豊富な血液は上腸間膜静脈、こちらの青色の血管経由で運ばれます。それに対して小腸自体も酸素が当然必要であって、小腸自体に酸素を運ぶのは上腸間膜動脈であることに注意が必要です。こちらの上腸間膜静脈から門脈にかけて、患者さんから見てこの左側の部分が膵臓の区域の境目となっています。こちらは造影 CT の門脈層の画像ですけれども、こちらで膵臓の画像解剖について確認してみると、この部分に膵頭部があり、膵体部、そしてこの膵尾部へと続いていくのが膵臓となっています。膵頭部、膵体部、膵尾部の境界についてですけれども、
この辺りに腸からの血流を集める上腸間膜静脈があり、上の方でこの脾臓からの血流を集めるこちらの脾静脈があります。このような脾静脈や上腸間膜静脈を探してもらい、この部分で合流していますけれども、この部分が門脈となります。このような門脈系の患者さんから見て左側が膵頭部と膵体部の境界ラインとなります。そしてこの門脈の後ろ側を回っている部分が膵頭部のうち膵後部、前側の部分が膵頭部のうち膵頸部となります。そして膵体部と膵尾部の境界ラインですけれども、この部分に腹部大動脈があり、この腹部大動脈の患者さんから見て左側ですね、この部分が境界ラインとなり、膵体部と膵尾部という区分けになっています。外分泌機能についてより詳しく見ていくと、膵液の分泌量は1日あたり 1000cc で、まず食べ物は胃の中に入り、非常に強力な酸である胃液と食べ物が混じった構造物ができてしまうため、この酸性を中和する必要があります。よって膵液は塩基性となっています。20種類以上の消化酵素を含み、トリプシンはタンパク質を分解、アミラーゼはデンプンを分解、リパーゼは脂肪を分解します。この中で脂肪の分解に関しては注意が必要で、この 1000cc ある膵液に関してはほとんどが水でできており、水と脂肪は非常に仲が悪いと言われるように、この大量の水を脂肪にかけたからといってほとんど弾かれて終わりになってしまいます。よって胆のうから放出された胆汁によって脂肪を水と仲良くする状態にする、つまり水溶性にすることによって脂肪を分解するという役割が胆汁にはあります。膵液の分泌に関しては迷走神経からの神経性刺激、もしくは十二指腸の内分泌細胞から分泌されるホルモンからの命令で分泌されます。十二指腸からのホルモンとしてはセレクチンとコレシストキニンがあり、セレクチンは導管細胞に作用し重炭酸イオンに富む膵液を放出します。コレシストキニンは繊毛細胞に作用し酵素に富む膵液の分泌を促します。続いて内分泌機能についてです。内分泌機能は膵臓のランゲルハンス島で行われます。膵臓には20万個から200万個のランゲルハンス島があると言われており、繊毛細胞とは薄い結合組織で境界されています。内分泌機能としては血糖値を調節する働きがあり、そのようなホルモンを分泌しますけれども、 β 細胞からはインスリン、 α 細胞からはグルカゴン、 β 細胞からはソマトスタチンを分泌します。この中で特に重要なのはインスリンを分泌する β 細胞で、インスリンは筋肉、脂肪組織、肝臓に作用し、血中のグルコースが多くなり血糖値が高くなると、そのグルコースをつなぎ合わせてグリコーゲンを作り筋肉に貯蔵します。そうすることによって血中のグルコースの濃度が下がり血糖値が下がるという仕組みです。脂肪組織に関してはグルコースから中性脂肪を作り、肝臓に関しては筋肉と同様にグリコーゲンを作って肝臓に貯蔵します。血糖値が下がってしまった場合には血中のグルコースの濃度を上げる必要がありますので、グルカゴンが分泌され、グルカゴンは肝臓に作用し貯蔵されたグリコーゲンを分解しグルコースを血中に戻して血糖値を上げます。デルタ細胞はソマトスタチンを分泌し、インスリンとグルカゴンの分泌を抑制する働きがあります。続いて膵液の通り道である膵管について見ていきたいと思います。膵管は主膵管と副膵管があり、まず主膵管から見ていきますけれども、胎尾部では膵のほぼ中央を走行していますけれども、膵頭部では肺側を加工し、こちらの第十二指腸乳頭、別名ファーター乳頭から膵液が排出されます。ファーター乳頭に開く管のことをウィルスング管と言います。それに対し副膵管は名前の通りサブの膵管のようなイメージですけれども、ファーター乳頭よりも2センチ程度口側の小十二指腸乳頭に開口します。こちらの小十二指腸乳頭に開く管のことをサントリーニ管と言い、腹水管は対価的であることが多く十二指腸に開口しないこともあります。こちら MR 胆管水管撮影 MRCP の画像ですけれども、胆汁が流れる総胆管と膵液が流れる通り道ある主膵管が明瞭に描出されています。総胆管と主膵管はこの部分で合流し、ここにあるファーター乳頭から胆汁や膵液が十二指腸に向かって排泄されます。
続いて腹膜との関係について見ていきたいと思います。腹腔内にある臓器と異なり、膵臓は腹膜腔よりも後ろにある腹膜腔器官にあたります。腹腔内の臓器は腹膜によって支えられていますが、腹膜腔器官にある臓器は単に脂肪に浮かんでいるようなイメージになります。腹膜腔器官には3つのスペースがあり、前腎房腔、腎周囲腔、抗腎房腔があり、その中で膵臓は前腎房腔というスペースにあります。前腎房腔には膵臓の他に十二指腸やコチアンズのような上行結腸、下行結腸などが含まれます。特に覚えやすいのは腎臓がある腎周囲腔で、腎周囲腔の前側には前腎筋膜、別名ゲルタ筋膜と呼ばれる筋膜があり、それよりも前のスペースを前腎房腔と言います。これらの位置関係、特に前腎筋膜、ゲルタ筋膜や前腎房腔に膵臓があるという関係は、急性膵炎を理解する上で特に重要となってきます。続いて、膵臓の動脈について見ていきたいと思います。膵臓の動脈は非常に複雑な構造をしていますけれども、様々な血管から回り込んでくる特徴があります。膵頭部、膵後部の血管に関しては、この腹腔動脈が左動脈、肥動脈、総肝動脈に分かれますけれども、この総肝動脈からの胃十二指腸動脈から上膵十二指腸動脈という血管が出ます。この上膵十二指腸動脈は、前側を走る前上膵十二指腸動脈と後ろ側を走る後上膵十二指腸動脈に分かれます。膵臓の動脈の一つの面白い特徴として、こちらの上腸間膜動脈 SMA からも枝を出し、この部分を下膵十二指腸動脈と言います。前側を走る前下膵十二指腸動脈と後ろ側を走る後下膵十二指腸動脈に分かれますけれども、腹腔動脈の枝と上腸間膜動脈からの枝がこの部分で手をつなぐという特徴があります。前後上膵十二指腸動脈および前後下膵十二指腸動脈はそれぞれ交通し、あたかもこのようなアーケードのような構造物となって、膵と十二指腸の境界を走行する特徴があります。アーケードというのはこのような商店街にあるような構造物で、柱と柱があり、その天井を覆ったものとされていますけれども、この部分がそのアーケードの構造によく似ていますので、この部分を膵の動脈のアーケードと表現します。続いて、膵体部、膵尾部の血管について見ていきたいと思いますが、腹腔動脈系からは、総肝動脈から出る枝と、肥動脈から出る枝に分かれます。総肝動脈から出る枝としては、肺側膵動脈と呼ばれる血管から、横側を走る横行膵動脈、そして膵尾部を走る膵尾動脈があります。この部分の肥動脈から出る枝としては、この部分に PBSA というものがありますけれども、こちらがパンクリアティックブランチーズオブスプニックアーテリーということで、肥動脈からの膵臓の枝となっています。肥動脈からは大膵動脈と呼ばれる血管が走行しています。膵臓の動脈に関して血管支配別に見ていくと、膵後部と膵頭部に関しては、膵後部の部分が前下膵十二指腸動脈と後下膵十二指腸動脈、膵頭部の前側ですね、前下部に関しては前上膵十二指腸動脈と前下膵十二指腸動脈、後ろ側の後下部に関しては後上膵十二指腸動脈と後下膵十二指腸動脈、膵頭部の上部に関しては肺側膵動脈、上膵十二指腸動脈、胃十二指腸動脈、総肝動脈、右肝動脈からの枝が A をします。膵体部の部分に関しては肺側膵動脈と大膵動脈、膵尾部に関しては膵尾部の上および末梢に関しては膵尾動脈、膵尾部の下に関しては横行膵動脈と大膵動脈が A をします。続いて、膵臓の撮像法について見ていきたいと思います。こちら CT ですけれども、膵臓の CT ではダイナミック撮像をしていきます。それぞれ様々な耳層がありますが、こちらが造影剤を使っていない単純、そしてこちらが大動脈が強く染まっているということで、動脈層が2つありますけれども、門脈がまだほとんど染まっていない早期動脈層と、門脈が淡く染まっている後期動脈層に分かれます。特に重要なのがこの後期動脈層で、この層では膵実質が強く染まっているということで、特別に膵実質層と言います。そして門脈が強く染まる門脈層、時間を置いて撮像する平行層があります。
こちらは画像診断ガイドライン2021と肝胆膵の画像診断を参考に作成した表ですけれども、膵臓のダイナミック CT では撮影部位は基本的に肝臓から腎臓で、平行層では骨盤まで撮像します。 1kg あたり 600mL、 臓液大注入時間30秒で撮像した場合、早期動脈層は下行大動脈でモニタリングし、 CT 値上昇プラス 100HU のボーラストラッキング法、もしくは時間固定で撮像する場合は投与開始後25秒後に撮像します。膵実質層は40から45秒後、門脈層は60秒から70秒後、平行層は180秒から240秒後に撮像します。こちら後期動脈層である膵実質層の画像ですけれども、こちらの画像について観察してみると、膵臓は比較的血流が豊富な臓器であることがわかります。膵臓の実質の脳性のピークは後期動脈層に撮像するということで、腹部大動脈の脳性よりやや遅いタイミングが脳性のピークとなります。そしてそのタイミングで撮像した場合、脾臓の造影効果よりも少し弱い程度の脳性を示します。このような膵実質の脳性の中にあまり染まらない病変が存在する、膀胱性病変をしっかりと明瞭に描出するためには膵の造影効果をしっかりと高める必要があり、1ml あたり350もしくは 370mg 用土の高濃度造影剤の使用が推奨されています。続いて膵臓の MRI について見ていきたいと思います。膵臓の MRI では T1 強調画像、 T2 強調画像、拡散強調画像、そして水を強調した MRCP などを撮像します。膵実質に関しては T1 強調画像もしくは脂肪抑制の T1 強調画像が非常に印象的で、膵臓はタンパク質に富んだ非常に高タンパクな臓器ですので、縦時間の回復が早く T1 強調画像でこのような高信号になります。 T1 強調画像で腹部の臓器の中で非常に高信号な臓器であるということは膵臓の一つの特徴です。拡散強調画像も膵臓の実質については見やすいと思います。 T2 強調画像に関しては内部にある膵管を観察できる場合があります。この膵管をより明瞭に描出するために撮像するのが MRCP で、こちらは非常に長い TE で撮像することによって、横軸の減衰が遅い水以外の組織が減衰しきったタイミングで撮像する撮像法です。その状態で MIP 画像を作成するとこのような画像を得ることができます。続いて膵臓の脂肪置換について見ていきたいと思います。膵臓は加齢などに伴い脂肪が沈着、置換しやすい特徴がある臓器です。こちら53歳女性の膵臓ですけれども、この部分に十二指腸があり、その横に膵頭部がありますが、比較的若い方に関しては均一な軟部組織濃度となっていますけれども、こちら81歳男性で、高齢になってくると、この部分に十二指腸があり、こちら膵頭部ですが、脂肪が沈着し、霜降り状態し、分葉構造が目立ってきます。脂肪化が強くなると実質がほとんど認識できない場合があり、このような脂肪置換に関しては、膵臓の一つの特徴として知っておくと良いと思います。膵臓の脂肪置換に関しては、この部分の双胆管付近だけは必ず保たれる特徴があります。タイプ1とタイプ2に分ける報告があり、タイプ1に関しては、このような膵後部付近が保たれるパターン、タイプ2に関しては、膵後部付近も脂肪に置き換わってしまうパターンで分類されます。タイプ1に関して、より詳しく AB に分類し、タイプ1A が膵頭部が脂肪に置き換わるパターン、タイプ 1B が膵頭部の一部と膵後部以外のこの部分ですね、非常に広範囲ですけれども、この部分が脂肪に置き換わってしまうパターン、タイプ2に関してはタイプ 2A が膵頭部が脂肪に置き換わってしまうパターン、タイプ 2B がほぼ全てが脂肪に置き換わってしまうパターンと、このような4つのタイプに分類され、このような脂肪置換のパターンを知っておくと画像がより読影しやすくなると思います。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は画像診断に必要な膵臓の知識についてまとめました。基本的な解剖整理を抑えること、そして CT や MRI などの画像解剖と解剖整理の知識をリンクさせることが大切です。造影 CT や MRI などの膵臓の撮像法について知っておくこと、それぞれのモダリティで膵臓がどのように見えるのかについて知っておくこと、
また加齢による脂肪置換など年齢による変化や特徴について押さえておくことが大切です。正常な画像についてしっかりと頭に叩き込んでおくと、疾患があると自然に目に入ってくるものです。この動画を通して正常な膵臓の画像についてしっかりと深めていってもらえたらと思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。